が騒がしいな。おいらもうちょっと寝たいぞ。やっぱり見に行ってみるか。起きたのね。ちょうど呼びに行こうとしてたところよ。ずいぶん早起きだな。昨日の夜はあんなに飲んでたのに、すごいって褒めるべきか？昨日のことはもうやめて。恥ずかしいから。私もうるさくて起こされちゃったの。見て、競技場に集められた選手たちがみんな動き出したわ。多くの場所がアビスに襲われていて、名園の主もターゲットの一つだそうよ。今すぐ戻らないと。え、またアビスか？お前一人で大丈夫か？手伝おうか？大丈夫。各地に駐在してる選手たちもいるしね。対応も早かったから、そこまで深刻な状況にはなってないと思う。競技場が人手不足みたいだから行ってあげて。今さらもう言い訳を考えてあげたりしない。あの子もいい歳なんだから、自分の行動にはきちんと責任を持ってもらわないと。私はあの子の保証人だから、談議室に行って真実を報告するわ。どんな処分が待っていようと受け入れるつもりよ。でも先に名園の主に戻って危機に対応するくらいは許してもらえると思う。それと古名の件については問題が解決したらすぐにシロネンのところに行くわ。お友達との約束は忘れないから安心して。ありがとう。それじゃ。すごい速さで行っちゃったぞ。かなり深刻な状況みたいだな。みんな競技場に向かってるみたいだけど、今の状況を聞いてみようぜ。異教の星、旅人が来てくれたよ。みんな来てたのか。異教の星ってなんだよ。まあまあ、とにかくすごいって意味。君たちが腕を披露するのにぴったりな緊急事態だよ。待ってくれよ、まだ状況がいまいち分かってないんだ。私が説明する。アビスが突然、北条の国、名園の主、小玉の子、そしていくつかの野外の剣と監視塔を襲撃してきたんだ。ああ。しかもどんどんエスカレートしてる。各部族の戦力はそこそこ充実してるから、今のところ大きな脅威はないわ。でも、野外でアビスに遭遇した冒険者や商人は、大変な目に遭うでしょうね。私、お姉ちゃんと野外で生存者を探して治療してたの。帰ってきたばかりなのに、また行かなきゃいけないことになるなんて。念のため、私も北条の国に戻って確認する。モアラニはどこに行くんだ？だったら、私は小玉の子を手伝おうかな。一番近いから、すぐ着くと思う。君たちも一緒に来ない？なるほど。かなり重要そうだね。大丈夫。小玉の子のことは、私たちに任せて。君たちとエンジン様との話が終わった頃には、アビスの脅威なんて、きれいさっぱり、片付けられてるかもね。そうだといいな。北条の国もなんとかなるといいんだが。あいつらの筋肉は飾りじゃないから、安心しなって。ではここで別れよう。みんな、何をするにしても、くれぐれも気をつけてくれ。
変なものに取り憑かれたりしないでね。もう心配したくないの。そのことは一旦置いておこう。まあまあ、みんな心配して言ってるわけだしな。じゃあオイラたちはエンジンに会いに行こう。さっさと話を終わらせてみんなを手伝いに行こうぜ。ああ、君たちか。久しいな。見ての通り、厳しい状況が続いている。各地に負傷者が出ているんだ。君たちの冒険団には興味あるが、あいにく今はタイミングが悪いから、手短に話してもらいたい。大丈夫だぞ。オイラたちも急いでるからな。この話が終わったら、小玉の子に行くんだ。何？別の方法はあるが、代償が大きすぎるから私はそれを実行したがらないのだと。ファデュイの情報網はやはり侮れないな。神の心に関しては確かに事実だが、完全な情報ではないようだ。聞かれた以上は誠実に答えよう。ただ、どうか内密にしてくれ。神の心の力を使えば、ナタは救えるが、大きな代償を支払うことになる。方法というのは、八神の国の魂と記憶をすべて抽出し、地脈を包み込む大きな網を作ることだ。アビスの侵入を防ぐためにな。え？魂で網を編むのか？じゃあ。ああ。魂とは、命のもう一つの形だ。この方法の残酷さは、言うまでもないだろう。八神の国には魂だけではなく、記憶や伝説も存在しており、それらはすべて網を編む材料となる。しかし、網にしてしまえば、私たちの文化や歴史はすべて消えてなくなる。編んだ網までもが侵食される前に、地脈の損傷の問題を解決できなければ、犠牲は無駄に終わるだろう。代償が大きすぎるから、私はその方法をそもそも予備案に入れていない。単に勝利するだけではなく、それが本当の意味での勝利と言えるかどうかも考えるべきだからな。もちろん、今実行しようとしている計画にもリスクはある。しかし、それは私が熟考した上で導き出した最適な選択肢だ。ああ、ナタという地は長年アビスの脅威にさらされてきた。あまりにも特殊すぎるからだろう。歴代のエンジンは皆、悲観的な考えを持っていたようだ。最後の手段が用意されているのは、ナタ人のためだけではない。テイワットの他の地に住まう者のためでもある。だが、この方法は秘密として守られてきたのだ。隊長は、どうやってそれを知ったのやら。隊長は新しい方法を見つけたとも言ってたけど、まさか、それも似たような過激なやつじゃないよな。神の心がない以上、他の手段はもうないはずだ。だが、ハッタリをかける必要もあるまいに。疑問を解消するには、隊長が何をしているのか調査するしかないようだな。その顔、さっきは一瞬疑っていたな。うん、そんなわけ。って何言ってるんだよ。君らしい答えだ。正直だな。気に入った。私を疑ったのは慎重さゆえか、焦りからか、それとも単なる好奇心からかはわからないが、何はともあれ、ナタの人を救うという目的は変わらない。私の回答を聞いてもなお、懸念が残るか？ふぅ、びっくりしたぞ。お前ってほんと、誰が相手でもひるまないよな。それでいい。そうだ、
私のことはマービカと呼んでくれ。友人たちは皆そう呼んでいる。そう呼ばれる方が好きなんだ。隊長についてだが、ファデュイを調査する情報員が直に帰ってくる。すぐ答えがわかるだろう。あ、わかったぞ。でも、もうちょっと待たないといけないのか。今はまださほど深刻ではない。今回アビスは同時に複数の場所に侵入してきたが、付近に駐在している兵士たちで十分対応できるはずだ。人員の手配は済んでいるし、カバーできていない数箇所については私が人を率いて解決しに行くから心配ない。え、お前自ら出陣するのか？でもお前の力はもう聖火に捧げたんじゃ。その通りだ。だが今は魔人ほどの力はないが、私が炎人になるまでは優れた戦士だったことを忘れないでくれ。感情からしても理屈からしても後方に甘んじているわけにはいかない。そうだろ？一人でも多ければその分力も強くなると考えただけだからな。励ましになるかどうかは二の次だ。長い目で見れば、たとえ迅速に対応できたとしてもこの方法は完璧ではない。ナタ人を他の国に避難させる方法も考えたが、ヤガミの国とナタ人は切っても切れない関係なのだ。ナタを無理に離そうとすれば悲惨な結末をたどるだろう。すでに拠点の防衛を強化するよう各部族の族長に通達し、部族のメンバーには外出を控えるよう伝えた。次は適切なタイミングを見つけてナタの現状を公表する。どうなっちゃうんだろうな。ちょっと心配だぞ。ああ、その他の反応もあるだろうがな。まあそういうことについては何とかするから大丈夫だ。まずは隊長に関する情報が手に入り次第すぐ君たちに連絡しよう。おう。さて、オイラたちもそろそろ出ないとな。ムアラニを追いかけようぜ。まだそこまで遠くには行ってないはずだ。心配するなと言っているだろ。チーナの方はあと何？全員避難してもらったよ。あ、旅人さんとパイモンちゃん。今どんな状況だ？あと一箇所キャラバンが閉じ込められてる。早く助けてあげないと。一緒に行くよ。ここはうちらに任せて、自分の安全を優先して。山の地サイクトスタート。注目キミニサチュアル。じゃあ行くよ。
ありがとう。もう終わりかと思ったよ。どうお礼を言えばいいのか。気にしないで。無事で何よりだよ。どれどれ？うん。取られたものもないみたいだね。アビスって、モラには全く興味がないみたい。これで、小玉の湖周辺のアビスの凶紋は全部解決かな。ふぅ、よかった。さっきも本当に焦ったよ。そうだ、シトラリは？一緒に来なかったの？名園の主も襲われてるから、一旦集落に帰ったんだ。コメイの件はまた後で話すことになってるぞ。そっか。まあ、それもそうだね。まずはこの状況を何とかしないと。ここで長話ってのもなんだし、鳥間集落に戻ろう。出発！やっぱり怪我人が出ちゃった。はあ、もっと早くついてれば助けられたのに。アビスは初っ端から猛攻撃を仕掛けてきたからね。警報を聞いてすぐ駆けつけたけど、すでに魔物の数は手に負えないほど増えてた。幸いすぐにカチーナが戦士たちを率いて駆けつけてきてくれたの。そんでみんなで力を合わせて一気にアビスの凶紋をいくつも壊した。いやいや、みんなと一緒に来ただけだよ。それより野外に駐屯するって方針のおかげだと思う。そうじゃなきゃ到着するまでもっと時間がかかってた。湿った芝生の上に寝るのはあんまり快適じゃなかったけど、全部報われたね。ヤガミの国のことでしょ。どうかうちらが黙ってても、うすうす気づいてる人は増えてんじゃないかな。状況は悪化するばっかなのに、待つこと以外何もできないなんて、イライラしちゃうよね。エンジン様の計画にある、残り二人の英雄が、いつ現れるかも未知数だし。今、私たちがやるべきことは、エンジン様のために、時間を稼ぐことだよ。みんな、元気出して！どんな戦いにだって必ず意味はあるんだから。相変わらず前向きだな。お前がいると元気が出るぜ。サンキュー。ま、あたしの一番の取り柄だからね。うちらに全部話すわけにはいかなかったんだろうけど、神の心の力を使えば、この状況を緩和できる。ただ、大きな代償が伴うって、マービカは言ってたんだね。どんな手段でかはわからないけど、隊長もそのことを知って、エンジン様に戦いを挑んだ。それで、解決策があるのに、なんで行動しないのか、問い詰めたのか。もし隊長が、エンジン様と同じぐらいの情報を把握してるとすれば、疑問を抱くのもわかる気がするな。リスクが高いのは事実だからね。6人の5名の継承者が全員揃うかどうか、私たちですらわからないもの。競技場を出る前にマービカと話したんだ。あいつ曰く隊長の言う手段は代償が大きすぎるらしい。それもそうだよな。安全な方法があるなら、とっくに試してるだろうし。うん。私もエンジン様を信じるよ。カチーナちゃんがヤガミの国に閉じ込められた時、エンジン様は、ごまかしたり逃げたりしないで、全力でサポートしてくださった。カチーナちゃんを助けるために、貴重な記念品を全部燃やすことも厭わなかった。命の重みをよく知ってるからこそできる行動だと思う。だから、ナタを救う方法について、何か隠してるなんて到底思えないよ。そうだね。
そもそも隊長とうちらとじゃ対象に対する考え方が違うのかもね。命はもちろん大事だけど、うちらにとって同じくらい大事なことはたくさんある。歴史と神だから言えることと言えないことがあるだろうけど、少なくとも今回の件については隠し事はしてないと思うぞ。となると隊長が見つけたっていう新しい方法が何なのかってことが要点になるね。エンジン様でさえ知らないんでしょ。うん。それに隊長って人はスネージナヤの出身なんだよね。フォリュイがあなたを助けるなんて不思議だなって思っちゃう。ぐー、頭がパンクしそうだぞ。やっぱ情報が足りなすぎ。ファディが何を企んでるのか知らない限りどうにもならないな。なら一緒にマービカのところに行かないか。ファディの行方を調べてるって言ってたから、そろそろ結果がわかるはずだ。ファディの奴ら結構な人数だったし、すぐ尻尾をつかめるんじゃないか。だね、そうしよう。こっちもいくつか推測してることがあるからさ、もうちょっと情報が揃えば真相が見えてくるかも。モアラニちゃん、駐屯チームに興味はない？あるある、ちょうど言おうと思ってたところ。ぜひ入らせて。もしここにもっと早くついてたら怪我人はもっと少なくて済んだはず。そしたらその分こっちの戦力も維持できたでしょ。この循環って大事だと思うんだ。じゃあ申し込みに行く。人手が足りてないからすぐ返事がもらえると思うよ。申し込み？そんなのいらないよ。カチーナちゃんについていけばいいでしょ。それはそうだけど、でもちゃんと指示に従ってね。大丈夫だって。申し込みなんて面倒だもんね。手間が省けてよかったよ。じゃあこの辺りで解散しよっか。今度また祝勝会をやりましょう。うん、絶対だぞ。